ザオ道場跡に残る水堀と、ドルイザオ道藩は、越後国古志軍に、江戸時代前期に存在した戸様大名の藩。藩長は、ザオ道場。現在の長岡市域は、戦国時代には、越後守護大長美化の一族古志長美化が、古志軍蔵王のザオ道場によって治めていた。その古志長美化の影信部が、お立の乱により戦死した後は、植杉家の直接支配を受けることとなる。 その後、慶長三年に、上杉家が、道の区合図に違法すると、代わって、越後に入法した、堀修二の弟、堀信領が四万国を与えられて、座王道上主となった。堀家は、慶長五年の関ヶ原の戦いで東軍に属して、給料を安堵され、座王道藩が成立した。慶長七年、親領は病気のため老いの鶴千代に、藩主の座を譲った。しかし、 慶長十一年に、鶴千代は創生したため、鶴千代の貢献を行っていた、堀直よりが治める坂戸藩へ、九州編入され、蔵王道藩は二代で一旦は断絶する。その後、慶長十五年、宗家の堀忠都が、過労堀直より兄弟の内紛を治められなかった罪で、除風された。豊臣家恩子の大名の取り潰しに、騒動が利用されたとも言える。代わって、 徳川家康の六尾松平忠照が高田藩に入法すると、蔵王道場もその俗領となった。現那二年、今度は忠照が大阪の陣における不始末から除風されると、六年、前の騒動の一方の元凶であった、堀直よりが八万国をもって、蔵王道に入法した。しかし、直よりは蔵王道場が品濃川に面して洪水に弱いことから、その南にあって、 信濃川からやや離れた長岡に、長岡城を築城、城下町を移して、越後長岡藩を立藩し、蔵王道藩は二度目の廃藩となった。戸様四万国を親う、鶴千代。ありがとうございます。